ただいま7時15分。うん。霧ですね。あ、午前中はまあ、天気いいらしいですけどね。こんな感じで、今日早く目が覚めまして。もう、朝ごはんです。うん。そして、いろいろ、下調べしてます。今日は、遺跡巡りですね。青森市内のね、美術館と回ります。ただいま8時35分。これから駅に向かいます。バス、10時、9時発のバスに乗るんですけど、駅までどんなに10分くらいで行けたと思うんですけどね。もうちょっとかかったかな。かわいいですね。なんか霧がかかったんですね。裏道を通ってずっと駅まで行っています。結局12分ぐらいですか、12分ぐらいで駅に着きましたけどね。さて、6番乗り場だと思います。確か30分かかりましたね、やっとね。こちらは土産物館かな、うん、こちらで入り口になります。すごいな。下の両側にお風呂の食器が見つかっています。で、ちょっと後ろの方に見えるんですが、あちらの方ちょっと失明したものなんですけども、環状排斥墓というお墓でございます。特別隊とのお墓だったのではないかなと考えられております。縄文時代は上下の沢がなかったというふうに考えられているんですけれども、まあシャーマンとかそういった人たちの特別のお墓だったのではないかなということでございますね。こちらの方が環状排斥墓のちょっと説明というか説明になりますね。実際のお墓はこちらでございます。ちょっと、まあ、かなり小さいですね。その周りに4メートルほどのこういうこのように土を持っておりまして、それでその周りに石がぐるっと囲っていたわけなんですね。でこちらは実際に見つかったところのところ復元しているんですけども、石はそのまま、はい、配置しているようでございます。これが大体22基見つかっているんですけども、今は8個復元しておりますね。なと思われます。で実際にこちらはですね、北海道とあと東北秋田とか新潟とかと中継地点に三内丸山が位置したのではないかと考えております。すごいでかいですね。なんとも早です。でかい。どこかドローンだね。わお、
な大きな建物が通り渡っている標識になったかというと、これくらいの太さの柱の穴が見つかったわけなんですね。このようにたくさん見つかりました。なのでこれくらい太さの柱がその数だけあるということは、多分大きな建物があったのではないかなという結論になったわけなんですね。それでこういったものを復元したというふうになっております。もうかなり の柱が深い穴が見つかっていましたので、こちらはですね、多分今でいうコミュニティセンターのようなそういう役割の建物として使われていたのではないかな。コミュニティセンターの、まあ、集会場ですね。すごいですね。ここから出ちゃいましょう。見るとでかい。で、深さが2メートルございました。で、その中にこの柱の穴、柱の下の部分が腐らずに残っていたわけなんですね。それで多分こういった大きな柱が6本あったのではないかなという結論になったわけなんですけども、この下の部分の残っていた柱の部分は焦がしてありましたので、腐らずに、あと湧き水がどん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 入って循環していたことによって腐らなかったというふうになっていると思います。屋根がちゃんとついていたとか、あと柱だけだったとか、いろんな意見がございます。それは誰も見たことがないのでわからないんですけれども、わからない、何があった、上には何があったかわからない。こういった建物を復元させていただいて、ただ6本の柱はあった。実寸のこのような穴があったということです。それで残ってたその木の柱の太さ等から、この木ですね、これはまあレプリカですけれども、これで、復元をしていたということだそうです。すごいですね、なかなか。当時は栗の木を栽培してたそうです。自然にじゃなくて人工的に栽培して、栗は食べることができまして、木の方はこのように建造物に使うことができたということです。周りに石が囲ってあるので、それも多分その下のところに土器が埋まっていたのではないかなと。酸性の土壌のため骨自体はもう溶けてなくなったそうですけれども、こういうような形で壺に入れて、そして周りに石を置いておいたということだそうです。子供の墓は800基見つかっているそうです。大事にしたそうですね。で、寂しくないようにいろいろと、当時の
ています。ただ土偶の方はもう取り出しまして、ミュージアムの方に展示してございますので、あのお時間ございましたら貝塚はないんですね、はい、うん、はい、あの たくさんの、 あのお魚の骨とか、うん、あの哺乳動物の骨はあの北の谷で見つかってはいるんですけど、貝塚は、ね、あのないですね、貝塚というものはないですね、貝塚がない、はい、タコとかそういったものの骨が、骨というか、あのタコは骨じゃなくて、なんかね、ありますよね。そのところが見つかった場所ですね。あとウニのトゲのようなのも見つかったようです。でこちらはですね、当時どういったものを食べていたかというのは、この北の谷で、あの分かったことになりますね。まあ、学生さんに言わせると、まあ、研究するには一番いい場所だったと思われますね。でその中にですね、こういった漆ですね。これはですね、漆にベンガラというように鉱物をこう塗って、あのこう先ほど言いましたように哺乳動物は少ないです。というのは、まあ、お魚が中心だったというふうに考えられるので、当時あの縄文時代の人たちは鹿とかイノシシというイメージがあるかと思いますが、こちらは比較的小動物の骨が多かったように思います。ノウサギとかムササビとかそういった小動物の骨が多かったですね、多かったというふうに聞いております。ちょっとこちらが、こちらの一番ちょっと外れの方ですけれども、あの縄文ポシェットというのが見つかっています。多分あのあれにあのそちらの方にも多分こう書いていると思うんですけども、あのとても可愛らしいポシェットです。それくらいのポシェットの中にちょっと高さが15センチくらいかな、その中にあの半分になった、あ半分にしてあの炭状になったくるみが入っていました。多分あの食べ物を探しにこう歩いているうちに落としたのかなっていうふうに思われるんですけども、南の方に向いているお墓と、あとこちらが東の方に向いているお墓ですね。この お墓が道の両脇に あったわけなんですけども、こちらはですね、比較的あのお墓の、まあ、近かったということで、これはですね、例えば葬式とかに使われたのではないかとか、柱の穴だけは見つかっているので、この多様化式の建物、掘り立て場所の建物を危険にさせていただいたということ、こちらはですね、3棟並んでいます。大体同じ時期に多分作られたのではないかなというふうに思われます。あのガラスを覆われて、ちゃんとああやって焼いて煙を出してるんだ。お墓を、皆様に実際のお墓を見ていただいている場所でございます。その上に多分、あの土塔で、はい、あの許してます。あの置いていたのではないかなというふうに思います。そうですね、はい。でございます。で幅が10メートル、長さが15メートルございます。これくらい大きな建物だと多分お一人 の一家族の住まいではもちろんないと思われます。でこちらもですね、先ほどあのご案内させていただいた大きな建物がございましたけれども、あちらと同じようにいわゆるコミュニティセンターのような役割、例えばあの夏になったらみんなで集まって作業をしたりとか、そういった場所だったのではないかなというふうに考えられておりますね。で縄文時代の人たちは家族単位で歩き回ってあの食べ物をあの見つけていたという、そういったイメージが昔はあったかと思います。ただこのように大きな建物がいくつも存在したということは、当時きちんとコミュニティが取れていたというふうなイメージがあのできると思います。であの言葉とかは、ね、もちろん残ってはいないんですけれども、こういったみんなで協力して何かをしていたのではないかなというのが、こういう あの遺跡の跡を見てわかるかと思います。あの一家族分の住居になります。だいたい10平米ぐらいですね。個人住宅4人ぐらいだったと思います。10平米4人、平均年齢が30歳前後、平均年齢30歳前後、大体お父さんとお母さんと子供2人というイメージですね。ただどちらもあの頭が、はい、気をつけてください、離れようにで真ん中に入ると少し涼しくなっていると思います。うわ狭い、階段暗い、真っ暗ですね、冷え、寒そうだな冬は寒いよね、これ冷え、おぶつかった。
でも結構いっぱい入れるんですね。どの後があり、一歳未満のお子様の生存が難しかったということで、そのためにちょっと平均年齢がちょっと低くなっているんだと思います。157センチ、あちらの方にちょっと女性147センチ、山の輪郭が見えますよね。あれは八甲田山の一番高い大岳というところが見えていると思います。多分縄文時代の人たちも、八甲田山は見ていたと思われますよね。緊張してますね。ゴミ捨て場だそうです。5000年の時を経てミニチュアみたいな感じですね。小さいです。鶴の編んだお手ですね、耳飾り、なかなかおしゃれですよね。ヘアピンがこんなあったっていうの、どのような髪型してたんでしょうか。すごいな、この針。これで編んでたんですね。すごいな。材料なんだろう。大型の道具です。30センチぐらいありますでしょうか。いいですね。全部重要文化財だそうです。これがチョンポシェット。こういうの栗が入ってたんですよ。土偶のいろいろ、ほう、いろいろありますね。いいな、昔の暮らし、このような感じで、みんなそうしてたんではないかということですね。身を飾る道具、このような感じで、女性はやっぱこう綺麗でいたいっていうのはね、あるんでしょうね。髪型こんな感じだったのかな、多分。いいですね。昔からね、こういう暮らしあったんですね。いろいろなペンダント、昔からこのような形でみんな飾ってたんですね。昔の着物かな。そしてお墓、子供の墓に使われた土器だそうです。大体1歳以下で亡くなってたそうですね、昔はね。いろいろ交易も行っていたそうです。北海道から
業績、翡翠等々。収蔵庫が地下にあるそうです。おお、立派だ。すごいですね。あの柱ですね。こんなに太いのが立ってたんですね。作業ですね。土偶はその用途はまだ不明だそうです。いろんな説があるということですね。これが5000から4000年前の翡翠だそうです。これが4000から3000年前、3000年から2400年前。さて今12時15分、美術館へ向かって、案内もらって徒歩10分ぐらいだそうです。歩いてみたいと思います。